その全盛時代、多くのファンを魅了したサラブレッドたちは今どうしているのだろう。そのほとんどは廃棄されたか置物という運命をたどっているはず。ところがストリートというステージで再び蘇った者がいた。公認モンスター史上第2弾はレイナード・フォーミュラー3000。こんにちは。デジェルですけどね、今日はすごいでしょ。ここはもう三重県のね、もうすごい山ん中、もうね、もう村って言った方が正しいね。そういうところにね、ほらこういう車があるんですよ。ミニをもっとね、チョロキューみたいにした有名なミニ、こういうところでね、こういう車作った人がいるんですね。僕が乗るんだからね、これじゃないよ。僕が乗るんだったらね、もっとすごい車があるの。それがこっちです。右はやっぱりね、かなりクイックだろうからね。あ、これね、有名な F3000 のね、行動仕様です。これが制作者のリボンの石川さんです。石川です。おはようございます。今回これ結構運転なんだ、やっぱ難しいですね。かなりコツを要します。コツ、かなり、だから乗りにくさはすごく乗りにくいんですよ。きっとこれ以上乗りにくい車はないと思うんですけど、楽しさはね、すごく楽しい。まあ僕なんかやっぱりずっとね、結構改造人生を送ってますけどね、やっぱりこのフォームダッパーとかね、F1 とかね、F3000 とかね、こういうものをね、こういうとこ走らせてみたいなっていうね、こういうのがやっぱり一番のね、改造魂っていうのかな。車のカスタムカラー作りのね、こうハートをね、くってくるんですよね。これは誰が使ってた車なんですか？全日本 F3000 の当時の服部直樹さんが。服部直樹。これ車種でいうと今レイナード。レイナード。はい。パッと見て分かるのはもうタイヤですね。とエンジン、これレーシングエンジンだけども、それだとやっぱりほらいろいろね、乗りにくいし。それとあと、まあ、排ガスとかいろんなものもあって、これは V G ですね。日産のね、セドリックとかグローリーについてるようなV G の日産の V G V6 3リッター、それがついてる。ライト関係とか、いわゆるこのウインカーとかそういったものがついてるだけで、基本的にはそんなもんですよ。だからこれなければ本当のそのまま S3 でね、それが一番ね。でずっとちゃんと上げてロール。これ一応なんか3点式みたいなものもついてるけどね。そうですね。それも必要なんですね。ステアリングをはめると、これがね、カチッ、あ、ここら辺から、これクラッチとかね、この足元のこれペダル配置はね、もうこんなだからね、こんなだから、これアクセル踏もうと思ってブレーク踏んだりとかね、ブレーク踏もうと思ってアクセル踏んだりとか、こういうこともね、ならないとあるよね。これ駐車ブレーキはどうなってるの？駐車ブレーキは、これはサイドブレーキがですね、普通の有素のサイドブレーキというものはなくてですね、機械式のシフトロックの施錠装置付きという形になってますね。だから普通のミッションがサイドブレーキの代わりになる。でそれに対したその鍵がですね、かけれるようになっていると。さあできますか？ずーっと煽っててくださいね、かかるまで。構造検査のため、同型のボディを丸々1台潰すなど、認可費用だけで1000万円以上はかかっているという。ある意味では超高級車をデイジローがついに夢のドライブ。信号がレーシングカー乗ってるのに信号があるぜ。方向指示器出しました。方向指示器、しっかり。トリプルクラッチだからね、スタートは難しいぞ、ちょっとね、慣れるまでは。これでね、ここでね、これローだろ、ローに落ちてるかな、これがウインカーをつけて、これスタートが難しい。スタートちょっと変えた上に、ちょっとね、これね、これがね、この、このね、この最後、あんまり日本語上手ないね。何言ってんでしょう。あー、飛んじゃった、耳が飛んじゃった。それは大変ですね。飛んじゃった。あ、いっぱい飛んでます。クラッチ操作がシビアの上にミッションがノンシンクロなもんだからもう大変ってことらしい。このやっぱりね、4000から5000がね気持ちいいぞ。実はデイジロー君、この間試乗したフォーミュラは F2 のサーキットでちょこっと乗っただけなんだって。古い話。もともとは究極のコーナリングマシンだからステアの挙動も極めてシャープ。でも慣れてくると本当に楽しいんだって。デジロー君、調子に乗って峠に行きたいなんて言ってたけど、それだけはやめときまったん。今のデジロー君にとって怖いのは信号だけ。いやー、しかし市川さんはやっぱプロフルもやっぱ楽しいわ。そうですか。まあそういうふうに言っていただきました。レーシングカーだからね、やっぱりもの乗りにくいと思ってけども、普通の道でこのレーシングカーを運転するね、そのコツみたいなものがね、だんだん分かっていってね、それがずっと楽しくなっていくって感じでね、もう重量が軽いからね、気持ちいい。これがもうステーリングがシャープでね、エンジンの選択も結構いいみたいな感じでね、やっぱこのトルク型のね、3リッターのトルク型のエンジンで。ね、それでもういろんなそのレーシングカーの飲み抜きさをね、結構カバーしてるみたいでね、なかなか楽しいですよ。ただしこれがね、やっぱりね、普通の道だとね、路面の変化が全部わかんない。そうですね、だからね、もうやっぱりそれだけが辛いところだね。低すぎて凸凹がわかんないんだもんね。そうだね、前がよく見えない。いや、まあそういうことで、どうも今日はありがとうございました。まあ夢のフォーミュラカー市場っていうのはね、よかった。